食事って言ったっけ、細谷さんがまあ来ない。いや行きました。でも誘っても来ないです。行きましたよ、細谷さんと宮野さんと僕とあと誰いた、あとはあ福山さんで肉を食べに行きました、ローストビーフを。あれ一回きりじゃないですか。あそうですね、一回きり。あれ本当に細谷さん、まあ来ない、千早の時から。あ、言っちゃったけど。千早の時はあの後の現場があって、僕ね、本当は行きたかったんですよ。本当はそうなんです、ね。そうそう、あの、打ち上げの現場だってね、千早の打ち上げの話になりますけど、うん、あの、ずっと最後まで行きたかったんですよ。でもそしたら途中で切り上げなきゃいけなくなって、みんなとお話ししたかったのにと思って。そうそうですよ。そう、うん。終わってから仕事に行ってたんでね。そうなんですよ。僕らは終わってからご飯食べに行ってたのに、まあ来ないから、僕は寂しかったわけですよ。いや、僕はね、話したかった。いつか来る、こういうラジオの日みたいに、な、時まで。あの、なんていうんですか。あの、食べておいたら。いや、だから、なんていうんですか。理由があるんだよ。理由はありますよ。うん。いや、僕は話したかった、本当に。うん、でも、なんかこう、現場になってね、うん、その待機中に話すと、うん、なんかやっぱりその、なんていうかな、集中したいかなとか。でも、宮野さんは、気にしちゃうから。あの、いつでもエンターテイナーな印象があるから、大丈夫だけど。空気読んでないと。いや、読んでる、読んでる。空気を読んでエンターテイナーだけど。エンターテイナーだけど。でも、なんか、僕はちょっと、あの、戦々恐々とするから、ちょっと集中しよう。みたいなところがあるから、なるほど。あんまりスタジオでは、ちゃんと話せないんですよ。うん。うん。うん。だから、本当は、そういう意味で、話したいから、ご飯には行きたかったんです。でもね、本当に、うん、あの、本当に遠くにいるから、たまに僕がそばに行って、ちょっかいを出してたんです。うん、あ、そう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 。なのに、うん。って、苦笑いばっかりする。なんていうかな、ツンツンとか僕はちょっかい出しにいつも行ってたんです。そうそうそう、すごいね、気を使ってくださって。でも気を使ったんじゃないよ。いや、仲良くしたかったんだよ。いや、僕も仲良くしたかったですよ。でもね、あのツンツンってやられた後の距離がね、何も返せない距離なんです、あれは。心の距離が椅子7個分ぐらい空いてるわけですよ。ツンツンってした瞬間に返せばいいじゃん。ツンツン返しすればいいじゃないですか。いや、うん。その時はガッと距離が縮んでるわけでしょ、だって。あ、それはね、皆さん、いいですか。俺だってさ、うん、ダンシムみたいにツンツンしてるわけじゃないんだからさ。まあ、そうだし、ヨガっつって。まあ、そんなツンツンじゃないでしょ。そうですよね。ツンツンの時は距離が近いわけでしょ、うん、まあ、そうですけど。そしたら、こう、ツン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 し合えばいいじゃん。それはね、あの、男性兄弟がいるからですよ。そういうことでしょ。やっぱり兄弟がいる子っていうのはね、スキンシップとかも日常茶飯事なんだ、きっと。だけど、僕は一人子だったから、その、なんですか、心の距離を埋めるのにちょっと時間かかるんですよ。人見知りだしね。うん。あ、ちっちゃい頃は、よくままごとをする子供だった。だから、あんまりこう、男性的な、おい、お前、いいパンツすんな、みたいな、そういうのはなかった。そういう男兄弟的な、ハードボイル的な関わりはなかった。だから慣れてないだけで。なるほど。そうそうそう。はい。うん、はい。